こんにちは、田川です。今日はちょっと装いが違うと思います。実はですね、広島県の福山市に来ております。それは昨日から来てたんですが、お仕事です。7ヶ月ほどね、なかなか県外の方にも仕事がなかったんですが、ようやくこの9月の末ぐらいから10月秋口にかけまして、少しずつ県外からのご依頼のお電話が入り始めました。そして今回の昨日からの福山市が自粛以降の第一発目ということで福山入りしております。ご依頼先はね、福山市の社会福祉協議会、ここはもうずっと田川はお世話になっているところでして、お声かけいただいているところでして、その担当者の方とも昨日は久々に終わってからゆっくりお話しすることができました。どうだったっていうふうにお聞き聞いてくださって、まああんなことこんなことしまして、意外とこのコロナの時期の得たことが大きかったです、多かったですというようなことも喋らせていただいたんですが、で今日はこの後また同じ福山市内の別の支所には行くんですが、昨日はボランティア入門講座、地域福祉活動をされてる、これからしようとされてる方々に向けてのお話で、今日はまた別の支所に行きまして、ちょっとね視点を変えて、講師さんが2本立てだそうです。全体の半分が第一部、また田川と別の講師さんがお話しされた上で、もう田川らしくなかなか長やかな話になればなと、その場になればなと思います。てなわけで行ってきます。正直めちゃくちゃ嬉しいんで、またこれをご覧になってる他の県外のいろんな自治体の社会福祉協議会さん等々、団体さん、そして自治体の研修担当者の方々、皆様徐々にではありますが、少しずつ広げていければ、事業展開されていくようでしたら、迷わず田川の方にご連絡いただければ駆けつけます。喜んで駆けつけますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。ではそろそろチェックアウトの時間です。行ってまいります。ではでは。